長松都市熊長松利久熊,松利熊8月から1955年1月13日は昭和時代に活動した日本の実業家、日本工業銀行出身、大道電力常務取締役、ついで日本初総電理事となり、経理部門を担当した後、藤田組、常務取締役、日産火災会場保険社長を務めた、鹿児島県生まれ、 長松陸間は1885年8月、鹿児島県の氏族、長松愛熊の長男として生まれた。1908年に長崎高等商業学校を卒業。はじめ専売局へと入るが、1916年に退官し、株式会社日本工業銀行に転じた。工銀では、大阪支店支配人や貸付課長を務め、最終的に官邸課長となった。 1933年12月、大道電力株式会社の常務取締役に就任した。同社は、基礎川での電源開発などを手掛ける、当時の大手電力会社の一つであったが、経営が悪化して同年間未起の決算から無敗に転落していた。社長の増田次郎によると、抗銀総裁の結城と与太郎と会談した際、結城に経理方面の達人を世話するので徹底的に、 整理して立て直してみてはどうかと進められたので、これを受け入れたところ大道にやってきたのが長松であったという。長松が常務となり、会社の構成に当たったところ業績が向上したということで、マスダージ助伝にて長松を知るのが遅かった得意い、嘆いたと書いている。1938年に発送伝の国家管理を目的とする電力管理法が交付され、 国策会社日本初送電株式会社の設立が決定すると大道電力は非発へと資産負債一切を異常して解散することを決めた。長松は解散に先立つ1939年3月30日付で大道電力上務取締役を退任。2日後の4月1日、非発の発足と同時に同社理事に就任した。大道からは 社長の増田次郎が初代総裁、同じく常務であった藤波治が理事として長松と共に批発へ転じている。日発では常務理事として経理部長を兼ね、大同時代と同様経理部門を担当することとなった。1940年7月の気候改革で社員部長制が採用されたため経理部長から退いたが代わりに経理部と新設の購買部。 石炭部の担当となる。しかし、翌1941年1月、マスダの総裁辞任と共に、長松も理事を辞任した。日発に続いて1941年9月、今度は株式会社、藤匠組に常務取締役として入った。同社は小坂鉱山などを経営する鉱山会社であるが、当時経営不振で日本銀行から日銀特有を受けていた。 三十年来社長であった藤田平太郎が九百四十年に死去すると、日銀総裁の結城豊太郎は、再建確保のため適切な人材に経営を委ねる方針を取り、藤田組の経営陣の刷新を要求。九百四十一年九月の株主総会にて、藤田家の社長、藤田光一が代表権のない会長に退き、結城に近い白根武助が、 代表取締役専務、長松り熊が常務取締役に就任した。以来1943年5月の人気満了まで知らねとともに、同社の経営に当たった。藤田組の次は1945年6月、保険会社の日産火災会上保険株式会社に、入り8代目の代表取締役社長に就任した。 会長の伊吹きが退いて七代目社長の神谷千別が会長に昇格したのに伴うものである。同社は従来金融機関との連携がなかったため、これを補うべく人選を進めたところ、伊吹と隕石関係にある、結城豊とよが長松を推薦したため、公認社長に選ばれた。まもなく、太平洋戦争が終戦となり、直後の経済危機時代において、経営に当たるが、 1948年5月に財閥同族支配力排除法により不適格の通知を受け同年6月に社長を辞任したその後は1948年11月に古巣の抗議にて監査役に就任し1953年11月まで務めた1955年1月13日国立東京第二病院にて死去満6 9歳没 東京都目黒区柿の木坂町の自宅にて、告別式が行われた。ありがとうございます。